軽い修羅場を少し。北国の片田舎、兼業農家の集落に住んでいたが、大学進学を機会に都会へ。大学3回生の時に、同じサークルの後輩、当時1回生の彼氏と付き合い始めたが、彼は、サラリー家庭の実家を出て、大学から、徒歩数分の私の家、1DK に押しかけ同棲開始。彼実家は、車で、30分の距離、私実家は、車で4時間ほどの距離。地元に帰らずにそのまま就職して、社会人2年目になった冬の足音が聞こえてきた10月下旬。当時、就職が内定していた彼が遊び始めて、ほどなく、大学の後輩との浮気が発覚。浮気自体はどうでもよかったが、一緒に暮らし始めて生活面で合わないことが多くなり、彼実家に荷物を送り、別れ話や金銭面でも相当もつれたが、鍵を取り上げて出て行かせた。この時に鍵を取り上げるだけではなく、なぜ、すぐに鍵自体を変えなかったのかと後悔する。別れて2週間くらい経った週末、大学時代の友人と飲むことになった女子会。せっかくの週末だから、うちに泊まったらいいよ。と、少しのお酒を買い込み、ほろ酔い気分で家路に着く。この時点で午後11時前、散らかってるかもしれない。ごめんね、と鍵を開けて、玄関の電気をつけると、そこには、床一面、廊下中に、白い物体がびっしり敷き詰められていた。キャーと慌てる二人、最初は虫か何かだと思った。廊下の端から端まで、綺麗に卵が敷き詰められている我が家。綺麗に立てて卵が鎮座しているのには、卵一つ一つに、接着剤らしきもので留めているみたいで、剥がそうと引っ張っても割れるという状態。また、計算されてて、幅も綺麗に固定されているという徹底ぶり。まだありがたかったのは、今年は初雪が早く、もう、冷蔵庫の温度以下の冬の寒さを更新していたので、夏だったら、腐ってえらい匂いを発していたであろう。足で踏み続けて中に入っても意味がないから、とりあえず片付けようということで、隣人、顔見知り、家族3人暮らしに、お玉とボールを借りて、ゴミ袋をもらえるように頼む。一体どうしたの?と、隣人が家に来たら、何これ?と驚き、慌てて旦那さんを連れてくる始末。もし、何かお手伝いすることがあったらと言われて、また、家に帰って、玄関から廊下一面に鎮座されている卵に一礼をして、まだ酔っ払いだったと思う。私は、一個割ってはお玉ですくい、ボールに入れるという地道な作業。友人は、ボールの中に入ってしまった卵の殻を持参してた毛抜きで取り除くという地味な作業。ボールの中に卵がいっぱいになったらまた、ボールを隣から借りてきてという作業をすること1時間くらいで、やっと床半分の台所付近まで到達しました。結局、3時間くらいかかって、すべての卵を除去はしたが、床はまだベトベト。雑巾で拭くが、接着剤の残りカスがまだついていてボコボコ。飲み直す気なんてさらさらなく、他に取られていないものはないかを確認して、友人とそのまま疲れて横になりました。友人にはお食事をご馳走しました。また、何か起こるかもしれないと思い、実親に相談して引っ越し代を借りて即引っ越し。出て行く時に接着剤も頑張って取りましたが、結構引かれてしまいました。彼は、その後、今考えたら、ロミオメールらしきが送られてきたり、卵のことは、天罰だとほざいたり、金を返せなど、会社にクレームつけたりといろいろ言われましたが、実親の知り合いが介入したら、あっさりと解決しました。よく考えたら、何かしら病気になっていたのかもしれません。今は、元彼の噂を聞きませんが、あんな奇妙じみたことは、もうこりごりです。ちなみに、卵は250個くらいだったと思います。捨てるのは忍びないと思い、1週間ほどは、自分も食べ、友人を誘いまくって、卵料理をご馳走して、頑張って片付けました。せっかくの卵ですからね、卵に罪はありません。おかげで、今は、すっかり卵が苦手です。